あなたの家をパワースポットに、ウィングホーム代表斉藤です。娘の宮奈です。今回のお宅は平屋ですか？そう、こっちから見ると分かると思うよ。ここは菊川の分譲地。この家は、半分規格のアレンジスタイルっていうね、ある程度間取りが決まってるタイプ。これ岩にしたんだ。ちょっと段差があるんだよね。ここ見ると分かると思うけど、だいたいブロック1段分20センチぐらい、この駐車場とこの家の敷地段差があるから、そこをこの岩で斜面にして解消してる。あ、ポスト可愛いじゃん。これリクシル。このアレンジスタイルっていうのはコスダウンするために、サッシとか玄関ドアとかお風呂とかキッチンとか全部リクシルに統一してるわけ。お邪魔します。いい香りする。うん、まあ、ここも漆喰だからね。美術館みたいな。うん、まあ、照明は自由に選べるんだ。ここに靴箱。そう。で、この隙間に傘立てが入る感じかな。忘れがちだけど、はい、この靴箱の隣にもコンセントね。なんかアレンジ住宅って前はなかったじゃん。なんで作るようになったの？あのウッドショックでさ、あ、やっぱ金額上がっちゃったから。そのウィングホームで建てたいって思いがありながらもちょっと手が届かないっていう人もいるんだよ。うんうんうん、そういう人にはすごい喜ばれてる。なるほど。お邪魔します。お、扉を開けると扉が3つありますね。うん、珍しい間取りな気がするんだけど。そんなことないよ。ここから見ていこうか。まあ、こっちの広い方行こうよ。あ、いきなりリビングではなくて、ここに洗面があって、あ、こっちウォークインクローゼットだ。そう。これが4畳。うん、いいですね。うん、めっちゃ広々使えるじゃん。そう。25坪の平屋なんだよね。うんうんうん、でもね、なるべくその無駄なスペースも省いてるから。はい、で、ここが玄関から帰ってきてお手洗いもできるし、うん、歯を磨いたりするところでしょ。このタイル割りも今回綺麗ですね。うん、これも選べるんだよ、タイルも。ちょっとアラジンみたいな。その反対側はこうリビング収納があって、ここがお掃除かな。うん、うん、これ使えそうだな、ここの位置。そう。あ、こうなってるんだ。ランドリールーム、ほらランドリーパイプがあって、はい、兼脱衣室だから、洗洗濯置き場もあって、この右側がお風呂でしょ。めっちゃ日当たりいいねちょうど今当たってるからね。で、これもリクシルさんのお風呂なんだけど、うん、うん、窓なしだね。暖房洗濯乾燥換気扇っていうのかな、うん、うん、ついてます。まあ、これうちの標準だからね。でね、この脱衣所が、うん、まあ、2.5 畳、前にも言ったけど洗面台がない場合は 2.5 畳あるとそこそこのランドリルームになるんだよ。うん、この扉は、あ、ここからキッチンなんだ。そう、だからこのいわゆる家事動線っていうの、うん、ここでキッチンをしながら隣の洗濯ができるっていう、うん、でもって今流行りの横置き型のダイニングテーブル、うんうん、横置き型と、うん、あのぐるぐる回れるアイランドキッチンとどっちが流行ってるかな今。64ぐらいで横置きかな。そうでね、これアレンジスタイルって言ってアレンジできるんだけど、うん、この同じ間取りでこのキッチンをこっち向きにできるんだよ。どういうことだ。そう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 、そうすると対面式になるじゃん。そういうことか。それで横置きとかじゃなくてね、これで対面式か。そうで、ここも今立ち上がりが出てるでしょ。何立ち上がり。ここのカウンターが、うん、これを私たちが大好きなアイランドタイプっていうのをフルフラットにすることもできる。あ、なくすことが。そう、金額一緒。金額一緒なんだ、こっちでも。そう、あのね、アイランドタイプの方がキッチンの本体はちょっと高いんだけど、うん、このカウンター作んなくていいでしょ、そしたら、はい、だからプラスマイナスゼロにしてる。お客様悩みどころだね。そう、だから間取りはある程度決まってるんだけど、うん、中を動かすことできるんだよ。これちなみにこのカウンターを作るタイプと作らないタイプのメリット、デメリット
あのね、やっぱこのカウンター作りたい人っていうのは向こう側のリビングにいた時、うん、キッチンの中見たくないっていうね、あまな板とか、うん、その洗いかけのものとか、うん、なんかすっきりさせたいっていう人がこの立ち上がりやるわけよ、うんうんうん、だからこのソファーの方から見ると今はもうキッチンが隠れちゃうわけでしょ、うん、だから多少ごちゃごちゃしててもすっきり見えるわけだ、うん、この手元隠したいって人はそれが多いで、アイランドキッチンっていうのかな、まあ、ここの正面に扉がいっぱいできて収納が増えたり多少足が入って、うん、カウンターになったりするわけだ。ここに収納つけることってできるんだよね、このカウンター。このカウンターでもできるよ。で、このアレンジでもできるんだけど、それはオプションになっちゃうよね。ね、せっかくアレンジ住宅をこう選んで予算を控えめにするんだったら、なんか予算の範囲内で贅沢したいよね。そう。だからあのアレンジにしても結構選択広いから、その予算の範囲で何やろうか何やめようかって言って。それってでもアレンジ住宅とはいえウィングホームのオリジナルのプランでしょ。そうそう、あ、私書きました。あ、おめでとうございます。おめでとうございます。どんどん増えてるけどね、プランは。2階建てとか、うんうんうん、平屋風2階建てとか。へ、で、何をしてるかっていうと、お客様の要望も聞かないでやれるから、その構造的にシンプルにできるんだよ。あ、そっか。だから耐震的に大事なところの柱とか壁は作るけども、うんうん、関係ないところの柱壁は減らしてるわけ、うんうんうん、だからまたそれも安くできる要因だよね。家作り分かんないまま、あれしてくださいこれしてくださいってオーダーしちゃうと、プロからしたら確かにそれって構造的にとかっていう、そうそうそう、まあ、計算するからさ、結局は耐震の時3なんだけど、うん、まあ、そのために余分な壁作ったりするわけよ。そっか、余分なね、うん、ここはデザインと構造を一体として踏まとり考えてるから。これちょっとなんか北欧風じゃない、このカーテン。そうだね。これは選べるんでしょ、うん、そう。だから選べないのは、うん、まあ、極端なこと言っちゃうと間取りだけ、うんうんうん、でも間取りの中でのアレンジはできるんだよ。この照明もちょっとレトロな感じ、なんか懐かしさを感じるよね、うん、電子ピアノかもしくは、スタディーコーナーみたいなテーブルを置くのかもしれない、パソコンコーナーかもしれないし、これもそうだね、両方ともインダストリアルっていうのかな、うん、あ、あれ南がこっち？そう、もう芝生張ってあるね。カーテンレールもブラックですね。本当だね、アイアンで、うん、これは何、朝かな？朝っぽいです。ちょっと固めの朝、うんうん、コットンと朝が両方入った感じだね、うん、で、ここにテレビボードとテレビ置く感じ、目が疲れないようにスポットで壁を当ててて、うんうん、で、これ結構広いからテレビボード以外にこっち側に、まあ、電子ピアノとかね、置けるよね、うん、ここ何？あ、ここね、リビングつながりのキッズルーム、うん、で、子供が自分の部屋に行くようになったら、例えばここを趣味部屋にしてもいいし、もしくは、まあ、夫婦別室になるかもしれないじゃん。そしたらどっちかの寝室にしてもいいわけだ、うん、カーテンの色味が今回なんかちょっと北欧風とか、なんか可愛いヨーロッパ風。そうだね、うん、で、一応ここもキッチンをぐるっと回れるわけじゃん。あ、確かにそうだね。こうやってランドリールームを通ってぐるっと回れるから使いやすいと思うよ、はい、うん。それでここに3つの部屋、うん、ここが玄関だもんね。うん、手洗い。そう、だからトイレがあってここに洗面で手を洗うと。リクシル。あ、一応でも上でも俺洗えるにしてるんだね。で、窓がない。部屋の中央部分にあるトイレ。ブラウンのこのリビングドアで向こう側の玄関ホールははっきり分かれてるから、はい、こっちは裸で歩いても特に人様に見られないって。確かに見られない。うん、左側のドアが、ここが子供部屋になるかな。これで5畳かな、うん、4畳かな。さっきはピンクだった、このブルー、うん、色違い揃えてるね、はい、私だったらカーテン選びでもだけでも超迷っちゃいそう。
そうそう、だから迷うのが大変な人にとってはちょうどいいぐらいの、あーなるほどね、決めることも少ないしね、うん、そう、ここ同じ大きさだね。ここは寝室？3つの部屋は同じ大きさだった。ただほらウォークインクローゼット大きかったでしょ。あのウォークインクローゼットを小さくすればさっきのキッズルームを広くすることもできるんだ。多少その辺は動かせる、間取りの中でも。なんかこの家の中心にウォークインクローゼットがあるって感じがする。ここのリビングドアを開けて帰ってきて、うん、手洗いして、うん、クローゼット、まあファミリークローゼットっていうのかな、うん、ここにいろんなものをお片付けしてから、うん、そっちのリビングの方に行くという感じかな。そうですよね、うん、でここの部屋が同じ大きさだね。そうでしょ。だからここを和室にすることもできるんだよ。だからそういうとこ、うん、それこそアレンジだよね、自分で考えられる。そうだからここの壁も取っちゃうこともできるわけ。え、取る？だから初めからやめちゃう。だからね、これちょっとややこしいんだけど、さっき言った構造上必要な壁は動かしていけなくて、うん、ギリギリこの壁だけは残しておいてくださいっていう間取りで、なるほど、その中ではもう和室にしたり小上がりにしたり、うんうん、こういうふうにキッズルームにしたり。でもどこで誰が寝るんだろうな。だからあの夫婦とお子さんが向こうの部屋でしょ、うん、でここはプレイルームだからさ、うん、あの子供がおもちゃで遊ぶ部屋だよ。3人だもんね今、うん、でも万が一もう一人生まれたら、うん、夫婦で一つ子供が一つずつって使えるんだよね、うん、確かにそれはさ、じゃんけんとかして動かせそう、うん、そうだね。私だってあの正月に恒例のじゃんけん大会とか面白いよね。面白いよね、家族でそういう、うん、であとね、うん、このキッチンの前はちょっとこうアルコープっていうかへこんでるから、はい、クリスマスツリーとか飾ってもいいし、うん、ここにまたサイドボードみたいな家具を置いて収納を増やすこともできるんだ。なるほど、結構使い勝手いいな。いいよ、まあ、考えに考えたから。どんなご家族が使うか分かんないから、うん、どのご家族でも対応できるように考えるじゃん。そうだね。そうすると、まあ、どんな風にも使えるってことになってくるからさ。今日のキーポイントはこちらのお家の真ん中にある4畳のウォークインクローゼットです。いろんな方向からこちらに来れて、もう家族みんなでお洋服とかシェアできるのがいいと思いました。私のこだわりポイントはこのキッチン周りの間取りです。家事動線も短くできるし、このキッチンをぐるっと回すことで対面にもできるしという使いやすさとアレンジのしやすさを兼ね備えたこの間取りがこだわりです。